夏川神谷総門城市公園内の三神社、夏川城は、岡山県岡山市北区夏川に築かれた江戸時代の日本の城、または徳川政権下の旗本の地業所、旗本神谷。別名、芝城城。県の指定史跡第一号である。江戸時代に、戦国時代以前の庭瀬城跡に、旗本、戸川市の地業所、夏川神谷が置かれた。 現在の夏川城跡は、東西約85メートル、南北約55メートル、幅15メートルの堀と南側、北側と西側の一部に、信津モもるの石垣が残る。うち、北西端には、矢倉台と思われる石垣の張りがしも見ることができる。また、東半分には、土塁が現存している。夏川城址公園入り口にある門は、夏川陣屋総門を明治になって、 現在地に移築したものである。現在の夏川城市公園から200メートルほど東に庭瀬城跡がある。これは戦国時代の庭瀬城跡に庭瀬藩戸川家が構えた陣屋の西側一角に戸川家開役後に夏川京五戦国を与えられて加盟存続を許された弟の戸川王子富が現在夏川城跡と呼んでいる。 区域周辺に居所を置き事業の成長としたが、さらに1683年に、久世茂行が、庭瀬が五万国で封じられた際、旧庭瀬城の放棄されていた東側に新たに館、成長となる陣屋を置いたためである。両陣屋はほとんど隣接する形で明治まで存続した。1559年備中国の三村家地下が、備前国の浮田直家に備えるために築かせたと。 伝えられている。1575年、三村氏が、毛利氏に滅ぼされてからは、毛利氏の出城となり、配下の井上成政と、桂影信が、この城を守備した。1582年、橋場秀吉の備中高松城水攻めの際に、毛利法の国境防備の城、境目七条の一つとなり、城主の井上成政が804人を率い守備した。夏川城は、 一的に孤立した場所にあったため、吉川元春や小早川高景に早々に撤退するように加盟されていたが、成政はその命令に背いて小田方の橋場勢と交戦し、井上勢は敗北した。城は橋場勢に加勢していた浮田氏の所有となり、城は敗城となった。1600年浮田家から徳川家康に出奔していた。 元北秀家重臣の戸川通康は、関ヶ原の戦いでの功績を評価されて、備中国東軍及び、火曜軍のうちに万9 2 0 0国を与えられて、入宝した。戸川は、庭瀬城跡を改修して、陣屋を置き、巨所とした。1679年、庭瀬藩四大藩主、安風が創生したことにより、弟の戸川王子富が名跡を継ぎ、 交代寄り合い旗元として五戦国を授業した。夏川陣也と称された旗本、戸川家財所の巨漢成長は、この夏川城跡を中心とした場所に設けられ、東側は放棄された。この東側の跡地は、戸川市海駅から4年後の久世主行が入法して後、再度整備され、松平信道さらに、板倉重高以降は、 板倉市の庭瀬陣屋として整備され、再び利用されることとなった。1957年5月13日、夏川城跡として、岡山県史跡に指定された。現在の敷地内北側には三神社が鎮座し、夏川城市公園として、周辺住民の憩いの場所となっている。AB、県指定文化財一覧史跡、名称。 天然記念物岡山県公式 HP ハット遺跡紹介夏川城とその周辺。岡山市。2017年2月25日閲覧。森山栄一は毎日新聞社館、白シリーズのイラカきらめく西国の城塞に執筆し、本丸後に陣屋を置き、夏川城と称する。より引用と記述している。ありがとうございます。